パパパパパパすごい。これ前半なんか中盤で私のミッション逆転して最後は2人で行きましょう。そうだね、最後はいいとこ行こう。はい、はい、ということで今4、5、6ホームルームまでありましたね。はい、はい、ちょっと私が4、5、6ホールめちゃ崩しちゃったんですけど、ちょっと私の悪い運気がちょっと映っちゃったやつと逆転しちゃったね。調子乗っちゃいました。でも私今全部パーパーだったと思います、多分。でも結構短いからフルスイングしなくても。さすがです。そう、この 1、2、3、4、5、6で、ね、お互い良くなったり悪くなったりしてるんで、ね、最後の3ホールは2人ともいい感じでいけたらなと思います。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ということでまずこちらが7番ホールの76ヤードパー3です。結構短いです。短いですね。私もいいか。じゃあはい、行 き,、ね、きましょう。はい、大きくないか。わー、 あ、大丈夫だ。ナイス、ナイスオンです。めっちゃいい。あ、でもいい、いいよ。いけ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 、ナイス。おお、あ、いいとこ、いいとこ。あ、惜しいね。はい、うん、でもいいとこ。オッケー。強い。止まれ止まれ止まれ。やっぱさっきは全部強いよ。全然強い。うまい。弱いね。私今日なんかこれ多いですね。ナイス。ありがとうございます。打ちすぎず弱すぎず。 いけいけいけ。あ、惜しい。止まれ。今私も入ったと思った。惜しかったね今の。ありがとうございます、うん、ナイス。惜しかった。今難しいよね。悔しい。悔しいね。はい、続きまして8番ホール426ヤードのパー5です。はい、はい、じゃあ私見お願いします。はい、パー5。あ、本当に左行きました。でもこれ左だから、うん、大丈夫です。多分ね、転がってます。どっかにいるよねきっと。おー、オッケーです。曲がります。引っ掛けた。あ、でも大丈夫大丈夫。私と同じ方向一緒だね。だ、右怖がってるね私たちね。はい、あ、落ちてきた。やべやべやべ。なみきちゃん、なんかちょっと角度がエッチだね。何この角度。誰ですか撮ってるのは。やだ。私の太い足が。すごい。ああ、すごい、こうなってるんだね。このアングルあんまなかなか見たことないね。さて、打てるのか。顔切れてるけど。おお、わあ、ボールがスローになってる。すごい、しっかりね、インパクトの瞬間から、ね、あとがしっかり見えてる。だんだん燃えて、すげえ。いいじゃん。あ、これ私のか。私のもちょっと見よう。見ましょうか。うん、ボールメインの見ると自分のティーの高さも確かにちょい意外に高め。おお、ティーまで飛んでますよ。トシミかっこいい。引っ掛けたけどね。うん、ナイショー。いいとこ。ナイス、フェアウェイだ。よかった。いいね。ありがとうございます。よし、いいね、いいね。やりましたね。やりましたね。ありがとうございます。今日一ですか今の。私は今日一だとは思っておりません。ありがとうございます。でもまあ、ウッドやっとちゃんと打ってました。さっきはちょっとミスしてたのでよかったです。ちょっとラインが難しいのでこのまま打ちたいと思います。ナイショー。ありがとうございます。音もめっちゃいい。うん、ドロップしなくてよかった。
これ右行っちゃいましたね。バンカー向かなくても入るんや。あの可愛かったな。なんでですか。向かなくても入るんや。そう結局そうだね。結局そうなんですよ。狙った方向そう。まっすぐ打てたら入んないんですけど、こうやって右出ると入っちゃいます。これはちょっと一緒だったら。あれさっき次弱くなっちゃいましたね。急に弱気な幹になっちゃった。はあ、めちゃくちゃ叩きましたよ。ナイス、ありがとうございます。遠心です。ありがとうございます。安定。9番ホールの314ヤードのパー4です。ラストです。ラスト。ちょっとまた打ち上げにちょい、ね、なってるので。でも越えそうだね、この山。そうですね、としみ全然越えると思いますよ、ね、あのなんか 一色だけなんか木が違うとこね。あっ、いいよね、きっと。はい、私もそっちの方向に狙います。行きましょう。ナイショ。ありがとうございます。めっちゃ、ほもう今言った通りじゃないですか。今日一出ました。宣言通りだし、めっちゃいい感じ。あ、ちょっと超えた。あ、これまた。あ、よかった。あ、超えた気がする。セーフ、うん、セーフ。危なかった、またバンカー入りそうになっちゃった。ああ、しかもなんか言葉で有言実行しちゃうよね、私たちね。そうなんですよ。嫌だね、プって左行くし。もう言わない。もうバンカーって思う、今度から言わんとこ。あ、ありがとうございます。あ、撮ってる、見よう、並木さんの見よう。おお、どうぞどうか。おお、振ってるね。振ってますね。ねえ、なんかでもさ、このインパクトの瞬間の顔がうんってなるよ。ちょっと恥ずかしい、これちょっと恥ずかしいよね。それくらいね、表情までしっかり映ってるから、ね、私みんなどうでしょうか。二人とうんって顔してる。あ、でもやっぱりちょっとね、でもナイス、綺麗。見たいからテイクバックがね、綺麗です。ありがとうございます。ね、これさ、今のね、スローモーションはエクスペリア1で撮りました。めちゃくちゃいいね、めっちゃいい、ね、あ、また違うテレップが出ますもんね。やばい、アナログだった。アナログだった、私。やってもうた、またトップしたね、これ。あ、楽しい、もっといけ。はあ、ステイって言ったのに、ちょっと上がった気がする。こうですね。よし、課題ですね、傾斜ウッド。あ、右行った。あ、手前ですね。すいません。珍しい、女子民が。いやいや、ウッドはいつもこんな感じです。あ、でもそっか。いい当たり。あ、私も右行っちゃった。あ、止まって止まって。あ、一緒のことだね。一緒の箱行っちゃった。あ、短いかも。あ、まあ乗ったからいいか。でもナイスです。ありがとうございます。転がってる。あ、本当？止まって止まって、止まれ止まれ。あ、大きい。どう、止まって。大きい。あ、でも大丈夫大丈夫。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？あー、止まった、惜しい。ナイス。お先しもいいですか？うん、お先どうぞ。ありがとうございます。
うん、ナイスありがとうございます。あ、曲がっちゃう。うん、うん、ナイスインです。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はいスッとか言って、はい、ということでキーハルね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。久々にトシミンとラムできて楽しかったです、ね、楽しかった ねで、今日スコアはトシミンは4-1ですね。お、安定してますね。あのスタートで4-1はまあまあ、いや、すごいですよ。ありがとうございます。ずっとね、あのパーで続いたりした、うん、してたので ねお見事でした。ありがとうございます。で、私が55でした。惜しかったね。いや、あとやっぱ最初はちょっと、うん、よかった分調子乗ってその分叩きました。調子乗ってないよ、大丈夫。そう、調子乗ってないつもりなんですけどね、うん、やっぱこう良ければ悪くなりますね、うんうん、ちょっともうちょっと鍛えて年上みたいにこうキープできるように数字がね頑張ります。はい、はい、で今日はね、うん、このねエクスペリア1をね、うん、あのラウンド中に、はい、使ってたんですけど、うん、どうでした。なんかすごい、なんかその一個一個自分の、うん、その打った後のショットを見返せるから、うん、あ、これで今左行ったんだみたいな、 あ、これで今ちょっとショートしたんだっていうのがその場でわかるから、確かに、じゃあこの時こうしてたのかなとか、うんうんうん、これが原因だったのかなってわかるから、そうですね、スローで見ると違うなって、うんうん、確かに。やっぱラウンド出ちゃうとね、あれですもんね、うん、あのなんかミス起きた時に、うん、あれなんでだろうっていう、そうそうそう、しかも平らじゃないから、うんうんうん、なんか比較が難しかったりするんだけど、はい、これでかな、そうそうそう、これで取っとけばそれもね、うん、全部わかりますもんね。そうそうそう、確かにめちゃくちゃ良かったですね、うん、で、としみなんかめっちゃいいショットいっぱい撮れてましたね。ちょっと撮れてたんで、うん、かっこよかったです。ちょっと後で送ってくださいぜひ送りますはい、あとさっきなんかね、はい、ティーショットでなんか撮ってもらったやつ、あの球を追ってたやつ、うんうんうん、なんか人同行とかじゃなくて、 あれがすごい青空でこうやってゆっくりボールがこうやってまっすぐ飛んでた、めっちゃかっこいいなと思って。結構みんなインスタとかでさ、うんうんうん、動画とか載せたりしてるから、うんうん、ね、映えそうだよね。そうです ね、あと私もなんか自分で言うのもなんですけど、うん、今日バンカーショットが多かったと思うんですけど、めっちゃいいなった、かっこよく撮れた、めっちゃかっこよく撮れた、あれめっちゃいい、いいですね。なんか砂がこうやってなんかそうふわってなって、この間にボールがあって、ほんと卵みたいなやつだった。それもすごい綺麗でしたよね、うん、映えみたいな。いいねよかったね、うん、こうやなんか結構早いと出ただけわかるけど、うん、でもこれ砂がふわってなってたから、そう、あの瞬間でなかなか、私も撮りたかったな、バンカー入ってなかった。バンカー入れてください今度バンカー入れて撮りますんでそうそうだね、はい、はい、ということで今日はね、ナシミンとキーハルしてみたんですけど、うん、まあ、今日もいつも通り楽しかったですね。楽しかったね。私もあのいつもね、トシミンと回るとき、うん、本当気持ちよく見てるんでこれからもやってください、ね、やりましょう。定期的にやりたいですね。ね、確かに月一とか、月一でラウンド行きましょうちょっとね、うちらもしかしたら秋か冬ぐらいにそうテストを控えてる、そうテストがあるんで、やっぱこう継続的にね取っといて、ね、まあ、成長もお見せしつつ、もしかしたらね更新しちゃうかも、その、ね、記録目標ね達成しちゃうかもしれないんでちょっと月1やりましょう。頑張ります。はい、まあ、ウンゴールファミリーでもやりたい。そうだね、うん、確かに新藤さんとか、でもなんかこれをなんか逆にプロのバンカーショットとか撮りたいね。あ、確かにプロのも見たいですね。なんか私たちはね、ほらなんかやってもなんか、あ、出たみたいな感じだけど、プロ、あ、こんなみたいな。確かにまた違いますからね。また違うからね、うん、ぜひじゃあ違うプロでも撮ってみましょう、うん、撮りましょう。はいはい、ということでパパラッチみたいな確かにパパラッチみたいな。私たちパパラッチはい、ということでじゃあ楽しいラウンドありがとうございました。ありがとうございました。また次やりましょう、うん、皆さん次のラウンドも楽しみにしていてください。また見てください。ミッキーだよ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。皆さんぜひ見てください。